はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、シャート工藤陽様の拠点開拓をしていきます。前回は、第三の砦の基礎部分まで作ったんだったな。はい、建物の側だけ作ったので、まずは中身を入れていきますよ。寝室がいっぱいになってるから、そこをなんとかしたいぜ。では、2階部分を新しい寝室にしましょう。ここなら、たっぷり空間があります。こんな感じでどうでしょう。2部屋に分けたんだな。一応、女性部屋と男性部屋のつもりですが、シャートコートの皆さんは、あまり気にしないようなので、気分だけです。これだけベッドがあれば、新人が来ても大丈夫だろう。面積的には余裕がありますから、足りなくなったら、もっと増やせますよ。拡張性大事だな。早速寝てる人もいますし、気に入ってもらえたようですね。出るか。作りかけの寝室で寝るのは寒くないのかな？寒いでしょうね。でも、それよりも一番ベッドを楽しみたかったんですね、きっと。喜んでもらえて何よりだ。じゃあ、次行ってみよう。はい。三つ目の砦、というか櫓を作っていきます。もはや、一つの砦だもんな。もしくは戦士の館って感じですね。バルハラ？それは戦士者の館だ。しかし、一年経って、二方向にしか伸ばせてないな。残り二方向も作る予定ですが、完成は、また来年になりそうですね。今のところうまくいってるから、ゆっくりやろうや。そうですね。急ぎたくても建材も労働力も限られてますから、一つずつ作っていきましょう。お、そんなところに階段つけるのか。これは寝室につなげます。スクランブルがあった時に、すぐに油に登れるようにですね。消防隊員か戦闘機パイロットみたいだな。どちらも出動かかって猛ダッシュする姿は、とってもかっこいいですよね。これで設計は大体終わりかな？もう一丁行きますよ。お。今は、キリングゾーンで撃退できなかった場合、櫓で追い詰められてしまいます。そうだな。不退転の覚悟でなんとかするしかない。という脳筋思考だと、いつか取り返しのつかないことになるので、2番目の櫓と、3番目の櫓に通路を通しましょう。ついでに強壁をつけて、どこからでも攻撃できるようにしてみました。おお、雰囲気あるな。設計は楽しいですが、建設が追いつかないので、一旦ここまでにしておきましょう。みんな、頑張れ。寝室が完成しました。結局、男女混合になってるけど、当人たちが気にしてないようだからいいや。フリーアドレススタイルのベッドです。枕によだれたらして揉めそうだ。おや、ベアトリクスさん、何してるんですか？車種のトレーニングを兼ねて、狩りをさせてる。前回の戦闘で、車種が少ないという話になったんでした。近接戦闘が得意な、デイル、デシマ、ベアトリクスのうち、ベアトリクスに車種の才能を見出したんだ。狩りの経験は？全くのゼロ。弓を握ったこともないレベルだ。では、他の人の方が良かったのでは？いや、訓練さえ積めばこいつは物になる。私の目に間違いはない。落ち着いてたし。まあ、マリサがそう言うのであれば、お任せします。おう、レドムントぐらいは、あっという間に超えてみせるぜ。あ、ルシアさんが24歳になりましたよ。おう、そいつはめでたいぜ。1年前の誕生日は、一人ぼっちでしたからね。今は、頼もしい仲間たちに囲まれて眠っています。安心して暮らせる場所。ルシアとの契約内容を忘れず、我々も頑張っていこう。はい、住人も建物も、もっともっと拡張していきましょう。なんて言ってたら寒波到来です。優しくない世界だな。せめて寝室ぐらい温めておこうと、追加でブレイジャーを設置しようとしてるんですが、建設指定が多すぎて、なかなか着手してくれませんね。大工事する場合は、細かく指定していけってことだな。ゼドに、ブレイジャーを優先して作ってもらおう。外気温が氷点下30度を下回りました。こりゃたまらんな。あ、レイルが倒れてる、へいへいへい。いませんて、お休み中恐縮ですが、レドさん、回収お願いします。人間、適切な体温が維持できないと、3時間で死に至るからな。暑い時や寒い時は、ちゃんと体温コントロールしような。衣類で調整できない夏が特に難しいですよね。最近の夏は特に暑いから、我慢せずにエアコンを使っていこう。雪景色を見ながら言うことじゃないな。確かに。ついに完成しましたよ。みんなお疲れー。これで、2方面に櫓を作ることができました。後日、もう2方面にも拡張していきましょう。だいぶ、中世欧州の砦っぽくなったな。いつかレンガ積みにして、お城も作りたいですね。
今の人数じゃ時間かかりすぎるから、もっと人も増やしたい。移住希望者は、どんどん受け入れていこう。了解です。何作ってんだ？襲撃の時に、焚き火を壊しに来る人がいるじゃないですか。弓で狙いやすい位置に焚き火を置いたら、もっと効果的なんじゃないかと思って。それは面白い。文字通り、飛んで火にいる、になるわけだ。矢の雨が降ってる中でも建設物を壊しに来る、あの破壊衝動は何なんでしょうね。社会に受け入れられない癖があるから、他のコミュニティを襲う、なんていう発想になるんじゃないか？もっとも、社会に適応できる奴が偉い、というわけじゃないけどな。適応能力の遺憾に関わらず、ルシアさんたちに害をなすものは排除するだけです。ああ、もちろんだ。気にすべきは、敵かそうじゃないか、だけだな。はい。敵対者には容赦なく、移住者には寛容に、で行きましょう。最初に作った工房がいっぱいになったので、新しく作った建物の1階を、第2の工房にしていきます。武器職人の作業台。作るのに金属がいるみたいだ。現在のシャートコートでは、金属何それ、美味しいの？という状況なので、これから金属も扱っていきましょう。ついに石器時代から、鉄器時代になるわけだな。石材すら使ってないから、木器時代が正解ですけどね。というわけで、素材作成の設定をしていきますよ。まずは鉄だな。常に、10個は在庫があるようにします。少なすぎないか？需要を見ながら調整しましょう。次は石炭です。原材料が木材になってるけど、木から作れるのは木炭じゃないかな？そんなことはありません。両手で、地熱と気圧並みのエネルギーを加えることによって作成しているのです。そんな無茶な。あ、レンガは大量に在庫あるな。たまに来る商人さんから買い付けてましたからね。これも、最低10個は在庫あるようにしておきましょう。買えるなら、その方が楽だけどな。燻製肉。車種として急激に成長してきたベアトリクスさんが、どんどん獲物を取ってくれているので、どんどん燻製していきましょう。外の設備が置いてある場所も、少し拡張しよう。はい。まずは柱を作って、梁を渡します。成長したじゃないか。崩落事故を何回か起こせば、うまくなりますよ。この状態で、屋根をつければ、綺麗にできますね。ナイスだ。ここには養蜂箱を置きます。蜂蜜を集めてくれるらしいですよ。あと蜜蝋な。蜜蝋って何ですか？つまりは、蜂の巣を作ってる素材だな。ろうそくなんかに使われる。蜂さんはろうそくまで作るんですね。すごいよな。あとは釜を置いて、一通り完了です。これも鉄を使うのか。建設ばかりしていたので、もうちょっと技術面を強化していきましょう。技術担当者も欲しいな。早速、出島さんが鉄を作ってくれていますよ。冬だからいいけど、夏は暑そうだな。刀鍛冶さんの鍛冶場は、室温50度になったりするらしいですね。体に気をつけてほしいぜ。養蜂箱ができましたよ。お、蜂たちが働いてくれてるかな？あれ？労働者が必要なのか。蜜を横から奪うだけじゃないんですね。エアトレードってやつですか？違うと思う。まだ雪がちらついてはいますが、冬の最終日なので畑を作っていきましょう。庭ができたから、そこに作ろうぜ。そうしましょう。キャベツ、人参、甘、ビート、大麦、これらを作っていきますよ。ビートは、ボルシチでおなじみ、ビーツのことかな？そうみたいです。これをどう読むかの違いですね。はい、ざっくり完了。今年は地下貯蔵庫もあるし、実りが楽しみだぜ。おっと、移住希望者だ。オルドリックさん、男性で、ヨーク王国から追われているようです。よし助けよう。はい。しかし、またヨーク王国か。確か、レドさんもヨーク王国から追われてましたね。そうだったな。今や、シャートコートの麻袋仮面として定着したレドだが、もともとは逃げ込んできたんだった。そして、こいつは一体、何を被ってるんだ？どれだけじっくり見ても、いまいち形状がわかりませんが、何かのお面のようですね。ヨーク王国から逃げてくる奴はこんなんばっかりか。珍奇なもので顔を隠すのが、流行ってるんじゃないですかね。まあ、いいや。シャートコートに逃げてきたからには、我らの仲間だ。飯食って傷を癒してくれ。ヨーク王国の捜索隊は、あと19時間後に到着予定です。妙調だな。しっかり寝て、朝飯食って、昼飯前に全滅させてやろうぜ。了解です。それまでは、日常を続けましょう。つい壊したくなる焚き火の設置は完了しています。壊そうとすると、車種に対して背中を向けることになるんだな。うまく機能するかはわかりませんが、大したコストでもないので、試してみましょう。それと、オルドリックさんは弓の扱いを心得ているようなので、車種として参加してもらいます。これで車種が7人になったな。訓練中のベアトリクスも仕上がってきたぞ。万全ですね。おうよ。襲撃と全く関係ありませんが、釜が出来上がりましたよ。
でも、これって調理をするところだったんですね。あ、そうなのか。じゃあ、外じゃなくて台所に作るべきだったな。はい。今台所にあるのは焚き火なので、代わりに釜を作り直しましょう。そういえば、新規参入のオルドリックさんは料理も得意なようです。それはいいな。ヒルダの代わりに料理担当をやってもらおう。では、お願いしておきますね。さて、始めるか。はい、始めましょう。こちら、敵さんの様子です。なんじゃこや。カタパルト、投石機ですね。まさかの工場兵器。町の戦術だと厳しいですかね。今更の戦術変更は、かえって被害が出そうだ。いつも通りやるぞ。了解です。それでは、戦闘配置お願いします。おうよ。今回から、接近戦担当は櫓の下に位置してもらう。弱った敵を叩くんだ。皆さん、持ち場へ向かって移動開始しました。いつも途中で引っかかる奴がいるから、注意しておこう。あれは何なんでしょうね。わからんな。敵、攻撃を開始しました。こいやぁ。よぉ。投石機からの攻撃ですね。アウトレンジ攻撃なんてずるい。うちの戦術がそれですよ。端っこから攻撃できるんですね。防ぎようがないな。よし、投石機はどうにもならんから、気にすんな。目の前の敵を撃滅しろ。あれ？戦闘配置ができてない？ヒルダさんとベアトリックスさんが、途中で止まってますね。きっと、投石機の攻撃で驚いたんです。それは仕方がないな。気を取り直して、櫓まで来ておくれ。敵、接近。なんとなく焚き火に向かってる気がします。そんな気がするな。順調に倒していってるぞ。投石機の攻撃も、あまり影響ありませんね。住人にジャストミートしたら即死だろうけどな。敵さんが入り口へ向かいます。背中におしゃれな矢を生やしてやれ。一人、入り口に到達。投石機以外は、一人だけ残して殲滅しました。その一人がキリングゾーンに入るぞ。接近戦担当、用意。シャシたちは、続けて撃て。さっき作った養蜂箱よろしく蜂の巣にしてやりましょう。勝ちました。ふう、なんとかなったな。まさか工場兵器が出てくるとは思いませんでした。残党を追いかけますか？腹いせにとんでもない状態にしてやりたいところだが、やめておこう。とんでもない状態にしてやりたいですね。逃げていきます。見逃してやる。二度と来るなよ。被害状況はどうだ？人員の被害なし。怪我人すらいません。建物は、いくつか穴を開けられました。建物は直せばいいさ。人は直せないから、大勝利だ。そうですね。しかし、投石機とは厄介だな。戦術を変えた方がいいですかね？接近戦で速攻かけるのがいいんだろうけど、そうすると被害も増えるしな。近づいてくる連中さえ倒せば引き上げるんだし、戦術変更の必要なし、とする。承知です。でも砦の拡張は急いだ方が良さそうですね。投石機の攻撃がいいところに入ったら、中も荒らされるだろうしな。ちょっと考えよう。はい。では、破壊された箇所修復中のレドさんを見ながら、本日はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。